なんかでかくなったね。部長っす。部長っす。すごい。やば。どうすか、勉強してます？めっちゃしてますよ。全然しねえよ。前のどうすかやってます？全然してないっすわ、あの人。いや、頭いいから大丈夫ですよ。全然だよ、もう。かなり悪いよ、もう。ね、なんで、日大？日大っすよ。おー、東大じゃ、東大じゃなかったの、ね、東大言ってたじゃん、小学生の頃。あれ、無理としてないかわいかったよね。東大は無理ですよ。東大行けるよ、頑張れば。スニーカーめっちゃ無理だ。スニーカーしかない。このシューズだって、俺の。特別に。俺、前のやつさ、無理だもん。うまい。あれ出ないと5年生の、ねえ、なんかずっとお願いしたんです。撮ってる。撮ってるんだ。見る？見る？おお。今どこだ？どうしたの？これ覗いたら中つくよ。そうなの。翔さんいるか？そうなの。さっきのカメラ。あ、やばいやばいやばい、ちゃんと撮ってる、うん、あ、ボールの方、ボールの方どこだ、あったあった、あったぞ
うまいね。なんか、なんかあれ大好きな先輩いる？ね、すごいなと思う先輩いる？武井？武井くん？うん。なんか上手くない？どこ何番何番？40番ぐらいかな。今出てないけど。出てない？5年生でいないの？5年生。5年生？うん。せいちゃんとかはるとくん。あー、はるとくんうまいよね。20は20。あ、今あれなんか今いる人、あ、今ボール持ってる人。あ、これうまいね、うまいね。今抜いてよ、ほらね。シュート、うまいね。ちょっと、うまいね、ああいうのがうまいよな。余裕がないんだよね。どういうの？こういうさ、なんかこうちょっと逆を向いたりとかさ。うお、でかっ。うおー、今の蹴った人がせし、今は翔さん、大将は、ん、大将のこと今の蹴った人はね、あ、いた、この人見てほしくない？こう聞くんだな。うまうま、沼さん、ゴープロ来んじゃない。あー、来ない。じゃあどうやって撮ってんの？あシュートシーンが撮れなかったかも。すげー、あれは誰のお父さんなんですか？なんて人？え？誰のお父さん今シュート決めたの？ね、どこだ？いっぱいいるかも、わかんないっすよね。あ、いた、ショウさん、今のショウさん。ショウさん？あのなんか黒い、あのアディダスのさ、今の。そう、かっこいい、かっこいい、ちょっと背の高い。そう、翔さん、黒い、なんか白い人でしょ、その人は翔さんなの。翔さん、で超うまい。あっちのさ、青いの、ニクラ、ニクラさん、ニクラさんと翔さんね。あ、翔さん知らないな。あ、この人、アルト君だ。これがアルト君だ。アルト君うまいよね。お、あー、惜しい。お、お、お、決めた？いや、阻止しましたね。ね、オンになってるけどいいの？いいよ、いいよ。ねえ、出た方がいいよね。うん、渡辺コーチ出たよ。カレーなプレーも。これキーパーも何でもできる、ディフェンスもハーフも。できんの？あ、いた。ニークラッピー。お兄ちゃんとどっちがうまいの？わかんない、ヒロキの方がうまい。おお、お兄ちゃんうまいよな。まだヒロキ。でもそのうちね、おい下手くそとか俺が言いそうに言う。うっせぇ、お兄ちゃんにはかなえないと思うよ。でもそのうち6年生までずっと続けてんだってヒロキとかせるかもしれない。いや、そしたらお兄ちゃんも中学生とかになってるよね。え、そしたらもっとすごくなる。でもヒロキさんにはやんないと思うよ。え、どんぐらい？もうね、サッカーやんないと思うよ。お、来た。どこどこどこいる？今ボールどこ？ん？どこボール？何そんなの？ボール見える、ボール、あ、向こう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 。こっちだよ、こっち。この時声出すの、こうやって。ねえ。実は全然違うところ。こっちじゃないの？ここだよ、ここだよ、今。お、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 入るか。お、ヒー君、ヒー君止めます。繋がった。いけいけ、どんどん。おーねー、お、さすが。誰のお母さんだこれ？あ、これはね、翔さん。翔さんうまいな。うまいね。うまくない？ナイスボール。おー、お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 
ましょうさ。あ、欲しいよ。やばい、これなかなか来るんじゃないの、これなかなか。やばいよ。おお、5年40。お、うわ、うまい。うめえな。いけいけ。もうちょっと広げることでいけないの？広げるっていうのは？あ、もうちょっとあれ。こういう感じ？できるよ。あっぽなすけ。もうちょっと近くの方がいいか。うん、もうちょっと近くの方がいいか。あ、で、条件を見てこう引いたり伸ばす。近くに来たら？ゴール前とかさ、ギューンってやったらさ、シュート打つ瞬間見える。お、翔さん。これ多分ね、だんだん疲れてんだよね、この辺が。ね、大人の疲れる限界。入った。いつもセコールの人らさ、翔さんね。うまいよね。あ、あの人どうなった？そうでしょ。あ、ちなみにね、サッカーより騙すの方が強いよ。何？騙すのが一番。騙すのがうまい。あれ一番うまいよ。あ、カブトムシとかやってね、サッカー中にね、それでみんなが行っちゃってね、そのうちにゴール決めるの。あのさ、すごい大きな人いたじゃん、大きな人。お腹大きい人。お腹大きい、こんなでかい人。あ、あれ、兄弟の人。ゆうゆうじゃなくてさ。あ、今、翔さん蹴った。こっち。誰？入った。あれ、今さ、セコールって流星だけ？え、あのジミーさん？あとね、せいちゃんと、あ、そうか、せいごも、あ、そうか、はるとも、あとは、はるとくんと、あゆむくん、え、せいごと、あとは、そうだよ、まあ、知らないと思うけど、りゅうと、りゅうとくん、りゅうとな、誰、え、小島りゅうと、まあ、その人がいるんだよ、チャッピーもね、お、いいプレー、いいよ、いいよ、いいよ、パス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 、やべ、ナイス、ワンツー、おい、いけ、おー、まだ何やってんの、リュウさん。これからテレビで見てんの、うるせえ、うるさいよ、どこ、あいた、ほら、今日の夜、明日の夕方の NHK に出るかもしれないあの大将ババがこう、ちょっとあのシュート打たれまくってるのが出るかもしれないボールを仕切ってんのに、ね、岩瀬さんなんで出ないのいや、これ次の試合にかけてるの、もうめっちゃアップしてる、次の試合にかけてる、脱ぎますよ、これマジですか、あっちあっちあっち、うん、あっちあっち、うまいな、お前、まあ、うまいよ、ほらビデオ通り、うん、ちょっとイケメンって言われるでしょ、ね、言わない、ね、言わないさっくんね、めっちゃ可愛い、言われないだから、言われないさっくんめっちゃ可愛い、おー、もうそう、この子は違うよ、可愛い、ほら違う、俺コーチじゃないんだよ、コスロのお父さんなんだよ、たくみはね、5番、可愛いです、いいね、うまい、うまい、うめ、投げろ、あー、蹴るのが、ね、これ終わったら優勢何する、コーチに変わったら、おお、ぶ、あー、待って、一番アップが危ない、頑張れ、もしアップの頑張りはねえ、ヒロト邪魔、まあ、映ったじゃん、ダメ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 、ノー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 、オッケー、いいぐらい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 、めっちゃいいめっちゃいいめっちゃいい、おー、いいよいいよいいぞいいぞいいぞ、
下げて、お母さんたちちゃんと走ってる。マジで？お母さんたちちゃんと歩いて、走って。俺はダメだろ。なんで？来た来た。ちょちゃんと真剣に撮ってる。真剣に。真剣に撮ってる。真剣じゃん。なんで？真剣じゃん。じゃあコーチに変わったら？だってうまいの。だってコーチじゃない。コーチってうまい。コーチじゃない。この人は幸四郎のお父さん。そうだよ。そうに岡村幸四郎のお父さんなの。岡村じゃねえし。岡村じゃねえ。なんだっけ、コーチ。そう、だから名前なんでしょうか、名字は。ヨマタ。ヨマタ。いいだけやってる。インド？インド。インド幸四郎っていうの。わ、わ、わ。うわ、岩田。そうそうそう。岩田幸四郎さん。こんなにいっぱいこっち側いたんだ。人数すげえ、こんなにいたの。すごい。はい、じゃあ整列。1対0で、お父さんたちが勝つのが勝ち。はい、ありがとうございます。いらっしゃい。何でしょう、やらないでいける。何でしょう、ありがとうございます。ゆうま勝った。